アニマルシッキーです。今日はですね、このココマキリちゃんにね、針金虫検査をしたいと思います。まずは出しましょう。ココマキリちゃん、出ておいで。はい、これから出ておいで。出てきたね、えらいこっちが。はい、ではね、この子ね、ちょっと水につけたいと思います。これはですね、ハリガネムシ検査装置ですよ。これをね、カマキリのね、お尻の先をね、ここにちょっとつけるとね、こうやってハリガネムシがいるかどうかわかるんですよ。このカマキリちゃんはこのハリガネムシ検査装置の実験台となってもらうんですよ。ではやっていきましょう。いないことを願いたいな。おお、いやいやしといやいや、痛い痛い痛い。はいはい、はい、もういや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 、もう言うなよ。痛い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 。えい、このココマキリちゃんをね、水につけてみましたがね、何にも出てきませんでした。よかったですね。よかったでちゅね、ココマちゃん。多分ね、もうこん中ハリガネムシいないですよ。なあ、餌食べた直後だったのかな。よかった。ハリガネムシちゃんがね、いたらね、もう内臓やら全部こう食い荒らされて、全く繁殖もできないんですよ。ねえ、よかったね。ごめんごめん。よかったね。この子は多分メスですね。でね、すごいお腹膨らんでて、ごめんね。この子メスですね。メスです。この子、多分卵持ってるんでしょうね。卵、水で冷やしちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。ちゃんと拭いてあげましょうから。ちゃんと卵産んで、いっぱいコカマキリちゃん、ちゃんと育っててほしいな。この子はもう、卵を産んでほしいので、もう逃がします。ねえ。いなかったね。卵ちゃんと産んでね。カメラ目線ありがとうございます。この釜のね、色すごいですよ、内側。
この釜ピンクと白と黒なんですよ。見えますかね。ほらほら、ピンクと白と黒がね、とてもいい具合にね、いるんですよ。はい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 。こうやってね、ちゃんと歩いてるときは全く痛くないんですけど、やっぱり捕まえたら、この釜が猛威を振るいますね。この子は今日はお家でゆっくりしてもらって、明日元いた場所に返してあげたいと思います。今日はね、もう今年はもうカマキリがめっちゃ少なかったです。今年は3回しか会ってないんですね、カマキリに。カマキリに3回しか会ってないんですよ。なのでね、来年はもっと増えてほしいなと思います。なんでこの子逃がします。ん？卵いっぱい産んでね。そうとなれば飼育環境ですね。もうこの一晩泊まるね、このお家作っていきたいと思います。ですがまずはお水を与えたいと思います。カマキリはね、お水いっぱい飲むのでね。はい、おー、飲んでくれてる。水だよ。はい、お水。飲みますね。お水が飲ませられないじゃないか。はい、違う、はいはいはい、水いらないのでしょうか。もういいの。もういいの。じゃあ今晩の部屋の準備をしたいと思います。じゃあまずいつものようにナプキンをしてましょう。こうやってね、床のねサイズに合うようにあらかじめ折っておきましょう。で、次はもみじでございます。秋にはよく合いますね。秋といったらもみじでしょう。こうやってね、こすんですよ。そしたらね、秋っぽさが出ますね。で、今度は次、このカマキリちゃんが泊まり入りでございます。
これはどうしたらいいかな。これがいいかな。はい、これで完成でございます。よかったね。こんばんは、泊まってってくださいな。はい、はい、こんばんは、ここで泊まってってくださいね。まあ、ゆっくりしていただけると幸いです。一応取ってきたこの草もね、入れておいてあげましょう。はい、おお、釜の色綺麗ですね。これがね、ココマキリの特徴とも言えます。あまりね、性格は好戦的ではなく、まあ、大きいもの見たらね、逃げ出したり死んだふりするそうです。かわいいですね。では今日はここまでにしたいと思います。この動画良かったなと思ったら、チャンネル登録、通知登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。